ランド研究所、ランド研究所、ランド研究所、ランドコーポレーション、ランドコーポレーションは、アメリカ合衆国のシンクタンク、カリフォルニア州サンタモニカに本部があり、アメリカ国内では、ワシントン DC、現在は、バージニア州アーリントンにあると、ペンシルベニア州、ピッツバーグ、カーネギーメロン大学の隣に点を持っている。ヨーロッパでは、 オランダのライデンドイツのベルリンイギリスのケンブリッジに拠点を有するとともに2003年にはドーハにラント・カタールポリシーインスティチュートを開設中東にも進出した従業員は1600人名称のランドは研究開発リサーチデベロップメントから取られている1946年にアメリカ陸軍航空軍が 第二次世界大戦後の軍の戦略立案と研究を目的としたランド計画、プロジェクトランドとして設立したのが始まりである。設立当初はダグラスエアクラフトとの契約に基づくもので、1946年5月に実験周回宇宙船の予備設計、プレリミナリーデザインオブアン・エクスペリマントルワールド、セルカリング・スプスシップ、スプスシップ、宇宙船となっているが、 人工衛星の基礎研究であるをリリースした。1948年5月に、プロジェクトラントはダグラスから分離され、独立 NPO となった。その後、軍事関連の戦略研究から民生分野の公共政策、経済予測や分析、様々なコンサルティングへと分野を広げたものの、2004年の年報にあるように、ランド研究所の研究の半分に、 国家安全保障問題が関係しているなど、未だに軍事戦略の研究機関としての性格を食、く残している。アメリカ合衆国の公益と安全のために、科学、教育、事前の促進を目的として設立された、非営利組織。自ら宣言した目的は、自らの高い品質と客観性を使って、調査研究を通して、政策や、 決定をを改善することを助けることである。こことと助けであ業績はシステム分析の開発から生じている。重要な企業としては、米国の宇宙開発、情報処理、人工知能などがある。ランドの研究者はインターネットを構築するのに使われている、様々な原則も発している。多くの解析手法がランドで発明されている。例えば、動的計画法、ゲーム理論、 デルファイ法、線形計画法、システム分析、エクスプロレトリモデリングなどである。ランド研究所は、ウォーゲームを分析手段として開発し使用したことでも知られている。教育関連も含めた、ランド研究所の現在の専門分野は次のようになっている。小児政策、民事裁判、刑事裁判、教育、環境とエネルギー、健康、国際政策、 労働市場、国家安全保障、人口と地域研究、科学技術、社会福祉、テロリズム、交通。ランド研究所は健康保険に関する最も重要で大規模な研究の一つを行った。アメリカ保険教育福祉省の出資で新たな実験用の健康保険会社を作り、公共医療サービスの需要とそのコストを比較しのである。 公共政策大学院のランド研究所、政策大学院、フレデリック、S ・エス・バーディ・ラントグラデュエート・スクールが置かれている。この大学院のユニークな点は、学生がランド研究所の政策研究に、政策分析アナリストして、実際に参画していることである。キャンパスは、サンタモニカのランド本部の敷地内にある。政策研究、政策科学に関する、 大学院の PhD のプログラムとしては全米で最大規模である。アメリカ軍との取引が多いダグラスにより設立された上にその後も軍関係の戦略研究の契約が多いことから軍産複合体と関連づける論者は少なくない。大にして陰謀論ではランド研究所が登場するがその多くはランド研究所の研究内容の詳細が明らかでない。 ため間違っているか、不明瞭なものとなっている。軍産複合体で大きな役割を果たしたランド研究所の関係者を、ランド研究所内の研究でも大きな役割を果たしていたとする者も,もいるが多くは間違いである。しかし審議はともかく、初期のランドが主としてアメリカ軍と密接に関わりことに戦略研究を担った事実はあり、そうしたことが時として、 フィクションの世界でも皮肉に描かれることも少なくない。代表的なものとしては、スタンリー・キューブリックの映画、博士の異常な愛情が挙げられる。主人公のドクター・ストレンジ・ラブについて、ランドで各戦略や民間防衛を研究していたハーマン・カーンはしばしばモデルだと言われる人物の一人であるし、彼が勤務している研究所はブランドコーポレーションで、 明らかにランドを皮肉った内容となっている。博士の異常な愛情には、アメリカ空軍参謀総長だったカーチスルメイをモデルとしたおぼしき人物も登場しているが、ルメイはランドをリサーチノーデベロップメントの略ではないかと皮肉ったことがある。事実、ロバート・マクナワラが国防長官として軍の合理化を進めた際には、ランドのスタッフがその立案と実行に携わり、 予算削減に慌てた軍が対抗して制作スタッフを書き集めたことがある。ランド研究所はおびただしい出版物を出しているが、そのベストセラーは乱数表である。お参照。ただし、本の存在とそれなりに売れたことは確かだと思われるが、わざわざベストセラーとして特に言及するのはランドムにかけたアメリカンジョークの可能性がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。